あの上燃えよる、なんか。ちょっとシルビアさん、羽が邪魔。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。よし、ということで、実は前回ね、終わるときに一瞬なんかおった気がしたけど気のせいか終わるときにね、セーブをするのを忘れとって、今ちょっとここまで走ってきたんやけど、周りの人にはもう話聞いとったんやっけ。ここよりずっと西に進んだ先にユグノアという王国があっての、16年前魔物に襲われて滅びたんじゃ。今は命の退治が落ちた衝撃で以前よりひどいありさまになったと聞く。あそこの土地は呪われているのかもしれん。前回ね、今の世界中が落ちる前でもだいぶボロボロやったけど、あれ以上やばくね。入り口はこれか。お、ここから先の道中に備え準備をしていかれると良いでしょう。さて、それでは。いや、いいですあ、ちなみにちゃんとこれ服着替えたよどうやって着替えたらいいんやろって思いよったけど、着替えたよ、ちゃんと。よきよき、やっとまともな格好。どうも。お、なんかヨッチよね。なんか今までのさ、その辺歩きよったちっこい薄い色のやつとちょっと違くない？濃いよ色。話しかけれるし。あれ、勇士様だ。ナイスタイミング。僕探し物が苦手で苦労したんだけど、ついさっき合言葉を見つけたんだよ。諦めずに頑張り続ければなんとかなるものだね。それじゃあ今から合言葉を言うからね。お、アミナは冒険の書の合言葉を教えてもらった。これはあれか、別にこのプレイヤーである私本人が覚えんでも勝手にこの主人公が覚えてくれた感じ。それは助かる。伝説への祭壇の勇者の実家が解放されたようだ。勇者の実家？その冒険の書の合言葉があれば、よっち村にある祭壇の間から冒険の書の世界に行けるはずだよ。そうそう、僕の他にも冒険の書の合言葉を探している仲間がいるはずだから、よっち族を見つけたらまた話しかけてみて。あ、要はさ、あれなん、今初めて知ったんやけど。その辺を歩き寄る、その薄い、ちっちゃいよっち族？あれはそもそも話しかけれんやつってこと？私、あれに話しかけれるようになったんかと思ってめっちゃ頑張りよったけど、全然話しかけれんかったんよね。スカスカなるし。こういう状態のやつってこと？それじゃあ僕はこれで失礼するよ。勇士様、これからも頑張ってね。よっち村のこと頼んだよ。頼まれた、頑張ろう。この宿は不思議な夢のおかげで随分と売り上げを伸ばしているようね。ここの奥さん、すごく機嫌いいわ。これは多分教会。教会側さ、多分の入り口がなかった気がしたんよね。次の町までだいぶありますわ。この宿でゆっくり休んでお祈りしていくのが良いでしょう。あ、ほらほら、やっぱりここで。いや、まだいいや。なんか今光った気のせいか。遥か遠き故郷バンデルフォンという本だ。かつての大国バンデルフォンは、黄金の獅子王と呼ばれた若き名君、アーサーが治めていた。アーサー王は民の生活が守られるよう、優秀な兵士を育て、強力な騎士団を有するなど、民のことを第一に考え、慕われる王であった。いい王様。しかしその栄華は長くは続かなかった。突然魔物たちが現れ、王国を襲ったのだ。アーサー王は騎士団を率い立ち向かったが、攻防虚しく王国は滅び去った。魔物たちはバンデルフォンの軍事力を恐れ、襲ったと言われているが、真実はわからない。儚く散った王国の跡地からは、今でもアーサー王の無念の声が聞こえてくるようだ。あの悲劇は決して忘れてはならない。怖い。アーサー王ってなんか、よくいろんな作品出てくるよね。あ、すごい。見て、このフライパンさばき。お客様が増えていつもに比べて売り上げが3倍増えたのよ。これも不思議な夢のおかげね。これからもますます頑張って売り上げを伸ばしていくわよ。いいけん、手元を見てくれ。怖い、なんかふんふんって言いながら、ばらまきそうな気がする。ちょっと先にさ、他の人たちの話聞いてこよう。お。ちょっと前までこの宿に女の舞踏家が泊まってたらしいんだ。えらい美人だったんだとよ。マルテラじゃね？女の舞踏家。ただすぐに旅立ったみたいで、その女舞踏家がどこに向かったか、後のことは不明らしいぜ。でも多分、私の記憶の限りでは、何やっけあれ。舞踏場があったところよね。
確か。あそこで再会するはず。私はたまにこの宿に泊まって、かつてユグノア王国があった場所に行くの。亡くなった方たちにお祈りするためよ。ユグノア王国はここから近いんか。どうも。何でも大樹が落ちた影響で、ユグノア城後屋の道を塞いでいた岩がなくなったらしいんですよ。おー、じゃあ簡単に行けるようになったってこと？あなたもユグノア城後へ行きたいなら、その道を使うといいでしょう。まあ、あそこには何もありませんがね。まあ、跡地だからな。何もないだろうけども。ん、あ、誰かおる。ねえ、あなた知ってる？こっから北にあるグロッタの町に、この世の楽園ができたんですって。あ、これやこれ、グロッタの町や。え？よね？多分。町の名前とね、あの中身があんまり一致せんねえけど、多分そうなはず。でも噂によると、そこにいた人たちが次々に行方不明になってるとか。まあ、なんたって楽園だからね。家に帰らないくらい楽しいのよ、きっと。早く行きたいわ。マジでそんな話聞いてもまだ行きたいとか、ちょっとポジティブすぎん？怖くない？事件性の方を疑ってしまうよね。まあ、確かに楽園。帰りたくはなくなるか。誰もいない。ってことは、ここが多分、主人公が泊まる部屋なはず。でもちょっと、泊まる前に、ヨッチ族の方を。ヨッチ族の方をやっていきたい。呪文、ルーラ。あ、ヨッチ村への入り口。はい。行こう。あ、なんか微妙にあれなんやね。こっちの方がなんか、こっそりしとる感がある。イエス様、よっち村に行きたいっちか？じゃあ、わしの力で早速レッツゴーだっち。ここはなんか、その辺は歩き寄るちっちゃいやつをなんかそのまんまでかくした感じやけど、さっきの宿屋のやつはやっぱちょっと違ったよね。でっぷりというか、ちまっというか。ただその前に今の状態を冒険の書に記録してもらってもいいっちか？了解です。それじゃあ、はい。はい、記録しました。うん、しっかり記録できたっち。それではよっち村にレッツゴーだっち。はい、来た、かわいいとこ。なんかこの辺やったよね、確か。村の一番高いところやったはず。ほらほら、遺跡的な。あ、光よりよ。ってことはこれってことよね。あ、かわいい。あ、ほらほらほら。みんな増えとるよ。前行った時って誰がおったんやっけ。石碑には伝説への祭壇と書かれている。ここからで冒険の書の世界に行けそうだ。どの世界に行きますか？勇者の実家、解放されてる。え、行きます。はい、到着。どの勇者？あ、待って、帰った帰った。はい、再び戻ってきた。ちょっと気をつけよう、そこね。で、いつのどの勇者？もうすぐ結婚式なのに、オルテガはまた旅に出ておるらしいではないか。オルテガめっちゃ懐かしくない？え、いつの？結局ちょっと分かってないけど、いつのやっけ。あんな留守ばかりにしてやるやつと結婚してどうするんじゃ。結婚するなら家庭を大事にしてくれる人がいいに決まっておろう。めっちゃなんか批判されよる。あ、主人公が生まれる前というよりも、結婚すらする前？父さんとお母さん。オルテガさんはあまりに武骨でロマンのかけらもありません。そんな人は女性の心がわからないものです。結婚したら奥さんに寂しい思いばかりさせるに決まってますよ。あんな人は一生一人でいるべきです。オルテガってそんな感じやったっけ？いや、人物像がそうとか、あれはちょっと、あれやけど。え、なんか村の人気者というか、伝説というか、なんかすごい人扱いじゃなかった？結婚には反対だ。オルテガが子孫を残すなんてとんでもない。あんな危険な奴はオルテガだけで十分だ。え、絶対さ、なんかあの、うやむわれよる感じの人やった気がするんやけど、え、それは結婚後の話？結婚前は違うんかな？オルテガさんはお金を持っていませんよ。ずっと古臭い装備を使っているし、私の店でも安いものしか買わないし、伝説の装備とかじゃないん。え、でも安い
ものを買い、でも道具屋やろ多分あなた知らんけど。いや見た目的にさ、武器や防具屋の人ってこんな格好じゃないことない。道具屋じゃない。幸せな結婚生活を送るにはお金が必要です。オルテガさんと結婚すれば苦労するのが目に見えていますぞ。猛反対されよりやん。オルテガはこの爺の息子じゃ。立派な男になるよう一生懸命育ってきたが、皆にこんなに嫌われておったとはの。ねえ、ほんと、こんな感じやったん。このまま結婚させたら隣に優しい娘さんが不幸になってしまう。あ、この人お母さん？残念じゃが息子との結婚はやめさせるべきじゃろうな。ええー、いかんよ、勇者が生まれんやん。あなたは正気みたいですね。いきなりこんなことを言ってごめんなさい。町の人たちがおかしくなってしまったのです。お？私はもうすぐこのアリアハンのオルテガという男性と結婚するのですが、うわ、アリアハンナッツ。あんなに祝福してくれていた町の人たちが、今朝になって突然結婚は反対だと押しかけてきたのです。マジで？急に変わったん。それは魔物の仕業ってこと？どんな魔物？勇者が生まれんように阻止しよるってこと？もっともな理由を言う人もいるけれど、そんな些細なことならどうでもいいくらい、オルテガさんは勇敢で立派な人。この町の人ならみんな知ってるはずなのに、急にオルテガさんの悪口を言うなんて、正気を失っているとしか思えません。いつだったか聞いたことがあるのです。悪い魔法をかけられた人たちは、正気を失い、思ってもないことを言い合うと。そんなんで反対されたら嫌やんね。押し切れんのかな？思ってもないことなんやろ？住民の人たち。そして天使の着付け薬という神秘の薬があれば、正気を失った人々を元に戻すことができると。旅の方、お願いです。力のない私に代わって、天使の着付け薬を探してきてくれませんか？勇者の実家にいる女性に、町の人たちを正気に戻すため、天使の着付け薬を取ってきてくださいと頼まれた。報酬は金のロザリオ。受けましょう。まあ、こんな話を信じてくださるなんて、あなたもオルテガさんのように不思議な経験をたくさんしてきたのですね。まあね、悪魔の子とか呼ばれよったし。天使の着付け薬は、遥か上空の天使が住む場所にあるらしいのです。天使？天使とか出てきたんやっけ、この世界。そんなところへどうやったらいけるのかわかりませんが、もし天使のところへ行けたら、天使の着付け薬を手に入れてきてください。いやー、多分私ね、この辺のドラクエってさ、なんか、ほんとしょっぱなぐらいしかプレイしてないんよね。全然、でも中盤ぐらいまでもプレイしてないと思うよね。やけん、用語だけは懐かしいんやけど、どういう感じの話かは知らん。よし、天使の着付け薬ね。お、薬草ゲットー。もらってくね。よし。え、待って、全然出れんけど。これ、違うんすよ。視点も変えれんし。え、これ扉やろ？出れんやないか。どういうこと？出れないですけど。え、もしかして、あれ？ここの扉は、依頼を受けるだけで終了ってこと？なんかな。あとなんか二つぐらいハテナで、見えてないとかあったもんね。ということか？どうなんやろ。一応まだなんか光輝きよるけど。この二つで解決するんかな。前のそんなさ、そんな小分けにされてなかったことない？とりあえず本編進めるか。本編進めよったら、まあ多分また合言葉とか見つかるやろ、そのうち。隠し階段とかがあるわけでもなさそうやしな。あ、そうそう、ネルセンの宿屋。行こう行こう。ネルセン。行きます。で、泊まればいいよね。ちょうどね、今結構体力が減ってきとったと思うけん。ナイスタイミングってことで。泊まろう泊まろう。さあさあいらっしゃい。今この宿に泊まると誰でも不思議な夢を見ることができるよ。こんにちは、旅人の宿へようこそ。お泊まりですか？それとも少し休んで行かれますか？どちらも40ゴールドになります。泊まりましょう。それではごゆっくりお休みください。てかさ、
泊まっても一時的な休憩でも同じ値段とか絶対ありえんくない現実では。よし。むくみなんですけど声。めっちゃ不気味なんですけど。あ、そっか、この辺もフルボイスな感じ？嫌だな。という名の鎖が、この身を縛り付ける。このちょっと、おどろおどろしい感じ。何もできなかった、無力な存在。もし、あの日に戻れるのなら、地獄の豪華に焼かれても、いとわぬ。ああ、口惜しい、口惜しい。誰か、私の願いを受け止めて、あの人を暗い絶望の闇から解き放って、私の声をどうか誰かに届いて、お願い。この辺の話も覚えてるよ。覚えとるんやけど、あ、そっか、やけんか。近いわな、ユグノア城。それでは噂通り全員が同じ夢を見たわけじゃな。口惜しいと嘆く戦士の夢を。なんだか必死に助けを求めてたわね。できれば手を貸してあげたいけど、手がかりなしじゃお手上げだわ。その中の一人でもやってきて助けてくれればみたいな感じなんかな。あの戦士の甲冑に描かれた紋章は紛れもなく我が国ユグノアのものじゃった。え、てかさ、その甲冑を着とった戦士の方はまあしょうがないとして、女の人の声の方もみんな聞こえたんやろ。え、気づけよ。そういえば声で気づけよ。世界が闇に覆われてから、いや、戦士の方はなんかだいぶ、ね、どうなったのかも気になる。なんか多分声少し生きとる時とは違うんやと思うけど。様子を見に行ってみようかの。ユグノア城なんかさらにボロボロになっとるって言ったよ。どんな感じになったんやろ。てか元の状態をちょっと覚えてないんやけど。元の状態っていうか、世界中が落ちる前の状態はあんま覚えてないんやけど。旅立ってきますね。うちに泊まったってことは、あんたも苦しむ戦士と助けを求める声が聞こえるあの夢を見たってわけだね。あの戦士、甲冑の紋章を見るに、16年前に滅んだユグノア王国と何か関係があるんじゃないかね。ワンデルフォンオーク跡地の西にイグナー城跡に行ける近道があるよ。興味があるなら行ってみたらどうだい。ワンデルフォン王国も近くにあるん。ちょっとずつちょっとずつなんか近場を滅ぼして生きよるわけやね、モンスターは。私馬に乗りたいんですけど、この辺にはないね。ってことは自分で鈴を使うしかないか。大事なもの、馬呼びのベル。鈴じゃないベルやった。どこ？あ、ヴァンデルフォン王国あとはこのマップ上にあるんやね。ユグノア地方へ向かいましょう。ゴーゴーゴー。ヴァンデルフォン地方を滅ぼした後にユグノアも滅ぼしに行ったってことかな。ひえー、次はどこを滅ぼす気な、今、あれか。次はどこを滅ぼすっていうか、世界中を滅ぼそうとしようんか。お宝があると信じてずっと探してんだが、ここには何もありゃしね。来て損しちまったぜ。け。あ、これがヴァンデルフォン王国跡。なるほどね。ボロボロ。めっちゃボロボロ。ひえ。ヴァンデルフォン王国っていうか、城しかなかったってことかな。範囲狭いよね。城下町まであるような雰囲気ではない気がする。毒の町にめっちゃアイテム落ちとるやん。そんなに必要でもないかなって思うけん拾ってないけども。こっちの方向であったるよね、ユグノア地方。ユグノア地方への道。ヨッチたちってあれなんやね。あんな分かりやすい場所におる感じなんやね。あ、宝箱。イエーイ。1500ゴールド。お金は大事。お金は大事よ。ってことは、道端とかにはおらんのかな、ヨッチ族。建物の中とか、街の中とかにおる感じ？なるほどね。いや、分かってないけど。
ほら、こういう子たちは違うってことやろ、よっち。ねえねえ、よっち。消えた。ああいう子らには話しかけれんもんね、ほら。歩いて行きよる方向に向かったら、おるとか、ユグノア城跡。あ、グロッタの町も近くにあるよ。ってことは、ユグノアの跡がグロッタって感じかな。ん？これは？びっくりした。通り過ぎたかと思った。いや、なんかさ、ちょこちょこ見てないとさ、ね、気づいたら通り過ぎたんよね。これじゃない？ユグノア城跡。いや、ユグノア城跡じゃなくて、これは、ユグノアの町か。ほら、城下町とかあったらこれぐらいの規模になるよね、やっぱり。バンデルフォンっていうのは城しかなかったのかい？これやろ？お、広いな。この範囲が全て滅ぼされたんか。ほら、中にもモンスターめっちゃいっぱいおるやん。あ、でさ、確か、どっかにさ、何やった？なんかスライムがおったことない？どこや？案内人みたいな。あれ？あんなとこによっち。あれは話しかけれんやタイプのやつやろ？薄く透けとる水色のやつ。あれは違うってことよね。おそらく。ピキー、いじめないで。僕悪いスライムじゃないよ。いいこと教えてあげるから信じて。この井戸はお城の方に繋がってるんだよ。もしもお城に行きたいんだったら、この井戸に入ってね。ピキー。よっしゃ、入るか。なんかそんな不気味な場所に行きたくないけど、まあ行くしかよね。ん？まあこれから降りてきたんよね。ふう、進んでいきますか。いや、なんかさ、あの、甲冑を着た男の人も、こうボイスがついとったやん。めっちゃなんか不気味な感じなわけやん。会いたくないんやけど。全然会いたくないんやけど、お、距離感がわからなかったわ。立体的やけんね。出てきたんだけども、どこに向かえばいいんだ？とりあえず上か。一本道やね。すごいな、滝。ねえ、すごくない？あの上燃えよる、なんか。ちょっとシルビアさん。羽が邪魔。非常に邪魔なんだけども。お、あんなところにもよっち。もう邪魔だな。止まったら常になんか、顔の前に。顔の前？顔の前じゃないな。画面の前に来るんだが。どこ？あれ？どこですか？この辺でなんか、この扉？いや、全然横通ってったわ。そこの穴？この場所はもともと崩壊しておったが、全然覚えてないや。さらにひどいありさまになってしまったの。確かこの辺りじゃったか。すまんが、お主たち、これをどかしてくれんかの。まあおじいちゃんはね、力仕事はちょっと。わかったわ。これをどかすのね。だいぶ、ほら、ほら、あなたもそっち持ってちょうだい。無理すぎやろ。ロー様、すげえ、あんな綺麗にのけとる。確実にあれ、重機が必要だ。レベルやったよね。これは、地下通路への入り口。ユグノアに何か危機が訪れた時に、城の外へ逃げるための道じゃ。結局これは活用されんかったってこと？わしの読みが正しければ、この先に夢で見た戦士の手がかりがある。あ、きっちりあの二人だけ死んどるってわけはないか。逃げれた人もおるんかな、ここから。